はいどうもティーチングプロドラマーのつでございます。今回の動画のテーマは自己分析が不足しているドラムが上達しない5つの練習法をドラム講師が徹底解説でございます。と私も実際そのドラム講師をやってると自分はドラムに向いてないんですかとか自分センスないですよねとかっていう相談を受けることがあるんですね。大体今回紹介する5つの練習法をまあ実践してしまってる方が多いなっていうですね、この5つの理由をですねちょっと今回は皆さんにご紹介していきますので、まあね、ぜひねあの練習の参考にしてほしいなと思っております。とこの動画の中だけではね本当にその全てお話しできないので、まあ、もっとねあの知りたいという方はねぜひね私のレッスンなども参加していただけるととても嬉しいでございます。と大前提として、まあ、今回の動画のお話は個人練習での上達としますので、まあ、自分がね上達するためにどうしたらいいのかっていうねお話をさせていただきたいと思います。それでは行ってみよう。今回はちょっと動画の編集がすごく簡素なものになりますがお許しください。どうなんでしょう。ということで、上達しない練習法の一つがですね、テンポを把握していないです。で私はですね生徒様にこんな質問をします。とシングルストロークで16分音符を叩けるマックステンポはどれぐらいですかと、こう質問するんですね。こう聞いてパッと答えが出る生徒様っていうのはねすごく少ないんですよね。あの体験レッスンなどでもあの質問するんですけどパッと出てこないっていう方は非常に多いのかなと思うんですね。でここはもう本当に徹底的に事実として、まあ、数字、まあ、つまりテンポですね、テンポを捉えるべきだと僕は思ってます。例えばテンポが1でもね早く叩けるようになったんであればそれは技能が向上したという事実なんですね。そしてあの1でも早く叩けたっていう事実を認めるべきだと思います。昨日より今日、1分前より今の方が技術が1でもテンポが1でも上がったんであればそれは技術が向上したというふうに認めるべきだと思いますですね。常々本当にいろんなところで言ってるんですけどもいきなり早いテンポで練習する人がいるんですよ。これはね絶対絶対に僕は NG です。おすすめしません。1打ずつ叩いて成立するのがドラムっていう楽器だと思うので本当にねゆっくりからやってください。でいきなり速いフレーズからやろうとしてできないからあのへこむって方多いんですね。それできるわけないですからゆっくりから練習する癖っていうのを身につけてください。はい、そして2つ目ですね。それはですね小さなゴールを設定しない方です。松竹梅で考えてみるっていうことを僕はおすすめしてます。とで例えば現状でテンポ100で叩けるフレーズがあったとしますと、でこれをテンポ200で叩けるようになるっていうのが最終的な目標です。でこれをまあ待つとしますと、まずあなたがね目指すべきは待つではなくて梅なんですよね。で例えばざっくりですけど例えば梅を120として練習に取り組むんですね。何事も順序っていうのがやっぱり大事でビジネス的には本当に王道な考え方なんですけどもやっぱ小さなゴールを設定することで大きなゴールへ到達するっていう考え方がやっぱりあるんですね。でこれはね一郎氏がね引退会見からでもね同じようなことを言ってましたね。小さなコツコツをねこう積み重ねていくことでしかやっぱり大きなゴールには到達できないっていうのがありましたけれども本当にあのいきなりそのスタートからゴールの話をするんではなくて小さなこう目標設定をやっぱり設定することっていうのは僕は大事かなと思ってます。さあそして3つ目ですね。でこれはですね上達っていうのは時間がかかるっていうことを理解していないっていうんですね。まあこれ練習法というかそのマインドの部分ではあるんですけどもあの以前ですね韓国の美少女ベーシストHJ フリックスさんからこんな質問されたことがあるんですね。あの辻さんは新しい奏法を取り入れるときどれくらいの期間が必要と考えますかというですねあの質問を受けたことがあるんですね。でその時私はまあ1年以上から2年以上かかることも想定しているということをですねあの HJ さんに伝えたんですね。でそうすると HJ さんはそうですよねって私もそれぐらいかかると思うんだけどどうしても周りはそう理解してくれないと、まあ、例えばHJさんの、 あの生徒さんだったりとかっていうのはなかなかそれを理解してくれないっていうですね話がありました。で私の師匠の、まあ、この菅沼光三も新しいね奏法を取り入れるときは長い期間を想定していました。こう長い期間を
を想定して半年ぐらいで身についたらラッキーって自分才能あるじゃんって思えるから得じゃんって小僧さんはね言ってましたけどね、すごくね僕はその考え方すごく素敵で僕は好きですけど。でね、これね、今ちょっと話題の AI ですね、 AI にもちょっとねちょっと聞いてみたんですね。でそうすると AI が出した答えでもねやっぱこうあるんですけども、特定のねスキルを身につける場合にはやっぱ数千時間もの反復練習が必要な場合もあると、AI もね、そう言ってました。でこれ考えると、HJ さんとか構造さんが言ってたこともまあまあおおよそねやっぱり当てはまるのかなと思うんですね。やっぱり1年以上、まあ、2年以上とかね、やっぱそれぐらいの期間はどうしても必要と。もちろんその練習時間とか練習環境にもよるので一概にねそのじゃあ2年やったらできるのかとかって言ったらそういうわけではないんですけども、人間ってやっぱりその特定の動作とか技能を身につけるにはやっぱり時間がどうしてもかかるんですよ。1週間に、3回ぐらい練習しますと、で1時間だけ練習しますという方が 1,2 ヶ月だけ練習して自己判断して自分はダメと判断するのはこれも早計ということなんですね。でもこういう話するとでもあの人は2ヶ月でできたもんっていう人がいるんですよ。でね、本当それは人はみんな違うんですよ。でそれぞれに異なるペースで上達するんですよ。なのでもうその他人と比べず1分前の自分を超えると、こういうマインドセットでぜひね練習に取り組んでください。周りと比べるんじゃなくて1分前の自分を超えるように練習してみましょう。さあそしてですね4つ目ですね、4つ目は、休息をしっかり取らないと、こういう練習方法ですね。でまあもちろん練習の内容にもよりますけど、私が練習していて一番疲れるのは頭なんですね。頭がね疲れるんですよ。ね、人間の集中力にはやっぱ限界があるっていうのは皆さんご承知のことだと思うので、50分練習したら10分間ぐらいは休憩入れるとか、適度な休息そして栄養補給などもね忘れずにやることでやっぱりその体をねベストな状況になるべく持ってくってことは大事なことだと思います。このね今手術後のリハビリしてる人間が言っても説得力ないかもしれませんけれども大事なことだと思います。休みはちゃんと休もう。5つ目、でこれはですね専門家の意見を聞かないでね、これ独学で練習する方も多いと思うんですね。ねやっぱりねこう習うっていうことはねやっぱりね大事なんですよ。で私のこの友人でもあるですね香川県にあるゴルフショップ石井のクラブフィッターとしてすごく毎日多くのゴルファーのクラブを見ているたけしっていうのがいるんですけども、まあ、このたけしも常日頃言ってるんですけども、まあ、自分で考えるだけではなくて信頼のできる専門家の意見を聞いてほしいと。でこれねドラムも全く同じで、同じね練習時間ねするんであれば一人で悩むよりもやっぱ信頼のできるねドラム講師に意見を求めた方がやっぱりいいんですね。これねどんな先生がいいのかっていう問題になってくるんですよね。習うのはいいんだけど、ね、どんな先生を選んだらいいのかっていうのがやっぱわからないと。でここはねやっぱね正直出会いなのかなってやっぱ正直思っちゃうんですけど、ただやっぱりその僕もドラム講師としてその体験レッスンとかでこう触れ合うことっていうのも多いんですけども、やっぱりねガンガン体験レッスンは受けてほしいなと思いますと。で気になることはもうこう遠慮なくね聞いた方がいいです、質問した方がいいです。やっぱり気軽にねどんどん質問できる環境があるのかっていうのは重要なポイントなのかなと思いますね。例えばツーバスの練習って何すればいいですかって聞いてね、筋トレだけしかね答えないようではやっぱちょっと寂しいものがありますよね。さあそしてですね、6つ目、あれこれですね練習メニューを作らないっていう方が結構多いんですね。でこれはですね何を練習したらいいのかわからないっていうね方も多いんですよ。これね私はこう練習するときに、まあ、練習のメニューをね作成してるんですね。作成してると言ってもそのなんか紙にこうって練習メニューって書いてあるわけではないんですけども、まあ、ざっくりですねハンドテクニック、セットトレーニング、リズムパターン、楽曲というように分類分けをしてですね練習をしてるんですね。まあつまり、まあ、曲
今日何しようかな、どうしようかな、とりあえず曲叩くかみたいな、そのとりあえずっていうのは NG です。本当にちゃんとその目的を持って今日はこれとこれとこれを練習するんだっていうですね、メニューを自分で作るべきです。で、要はそういう風にしてその練習のルーティン化っていうのは僕は結構大事なのかなと思うんですよ。もう自動的に練習するときにパッといってパッとこうやって練習するって言った時にもう頭がもう練習モードにパッと切り替わるためには毎回その変わることをやるんではなくてもうある程度自分でメニュー化してやっていくとっていうのは僕は結構これ重要なのかなと思ってます。でもね、自分でメニュー作るの無理っすっていう方はやっぱり先生に伺うとかね、相談してみるとか、こういうことはやっぱり重要になるのかなと思います。まあ、なのでやっぱり専門家とか、まあ要はドラムの講師ですね、こういう方に習っていくってことはとっても大事かなと思っております。はい、ということでですね、今回はですねドラムが上達しない5つの練習法（6個あったよ）をお送りしてきました。ドラムに向いてない人って何なんだろうって考えた時に、まあ、僕はそんな人はやっぱいなくて、やっぱりドラム叩くことが好きな人はみんなドラム叩くセンスもあるし、ドラムに合うと思います。ドラム合ってると思いますよ僕は。うん、自分がスキルアップしていこうっていうんであれば、やっぱり今回紹介した内容っていうのを、まあ、ちょっとね頭の片隅に入れてね参考にしていただければ僕は幸いでございますということでございました。この辻和也の変なドラムチャンネルではですね、ドラムにまつわる質問なども募集しておりますので、概要欄のリンクからぜひぜひ質問をお寄せくださいませ。そしてチャンネル登録、コメント、動画の拡散などもぜひよろしくお願いします。それではね、バイバイ。